おい、G1 クライマックスよ。昨日言った通りだ。今こそこのタイミングでこの俺が制さないとな、全てがひっくり返らねえんだよ。この俺が全てひっくり返してこそ新日本のリングだろ。先のことなんて考えんじゃねえぞ。ただただ G1 とヤングバックスのことだけを考えるんだ。だけど、おい、二人よ、決勝に上がってこいよ。This is evil. Everything is evil. 全てはEvil だ。明日はスーパーストロングマシン引退記念試合。噂によるとマシン軍団が復活するんでしょ。明日5人は一体どんな気持ちでマスクをかぶるんだろうね。てかこれってさ、完全にスーパーストロングマシンよ。バカにしてない？大丈夫？それから当の本人は明日来るんだろ。一体どんな気持ちでここ後楽園ホールへやってくるのか。スーパーストロングマシン選手、がっかりさせないでくださいよ。あとさ、今我々の試合の前に G1 クライマックスのブロック分けが発表されたんでね、ちょっと試合後真田にアクションを起こしてみたけど反応すると思ったんだけどね。まあでも真田の反応を見て気づかされたっすね。まだ G1 クライマックスじゃないから。いつも俺が言ってること、俺ちょっと焦って忘れちまったよ。今絆ロードだから。 G1 クライマックスも大事だけど、今一番大事なのは絆ロードだからね。なんかちょっと焦っちまったよ。楽しみすぎてね、焦っちまったよ。まあとりあえず明日スーパーストロングマシン引退記念試合、皆様明日また後楽園ホールでお会いしましょう。アディオス。なんだ、昨日なんであんなことしたんですかって聞きたいのかってんだ。むしゃくしゃしたからだ。むしゃくしゃしてやった、それだけだ。むしゃくしゃしてる理由、てめえらよく分かってるだろ。あ、よく分かってんだろうか。いいよ、昨日の発表よ。それでいいなら、それでいいよ。そう判断したんだったらよ、受け入れようじゃねえか。俺は誰かさんと違って譲ってくれとかや、めめしいことなんて言わねえから。いいよ、それはそれで批判もしないよ。いいじゃねえか。でもな、でも新日本プロレス、お前らがいつも言ってる、お客さんを大事に大事に、大事な大事なお客さん、なんて言ってんだろうな、果たして。どうだ、見たか昨日新日本公式のツイッター、その他 SNS ね、全部あそこまで荒れたことあったか。一度でも炎上したか、あったか、そんなこと。おい、記憶にあるかお前。それほどおかしなことが起きたってことだ。そんな判断下したからよ、どっかの誰かさんが悪く言われてよ、かわいそうだな。俺じゃねえぞ悪いの。会社が操作したんだろ、勝手にあいつがボロクソ言われてよ。こういうのなんて言ってるか分かるか、なんていうか世紀の大誤審だ。野球でもサッカーでも誤審が起きたらよ、炎上すんだ。それと一緒だ、昨日炎上してんだ、今日も炎上しっぱなしだよ。お前らのやったことは世紀の大誤審だな。あ、そう思うだろ。まあいいや、まあ、お前らこの間も誰か言ってたよな、お客様は第一に、
第一に大事にするって誰かさん言ってたな。果たして本当に大事にしてんのか。客の声は本当にお前ら聞いてるか。あんな現状したら届いてるはずだよ。それをどう受け止めるんだ。まあ俺はいいよ。こうなった以上どうでもいいよ。俺は分かったよ。だけどな、どうなっか分かんねえぞ。こんな扱いしやがって。そうだな、闇討ちでもして一人ずつ消してやろうか。そうさせたのはてめえだろ、新日本プロレス。いいだろう、好き勝手やらしてもらうぞ。覚悟したけど、こういうことをした世紀の大誤審やらかしたてめえら、覚悟しとけ。絶対後悔させてやる。